この車両を導入することは、富士急にとって賢明なのかはいささか疑問に思います。この車体は国鉄型の205系、まあ、2名以下後の東日本旅客鉄道車両でしょうか。京王線で用いられていたオスルです。205系は発進運ですには入らないとの指摘をいただいたのですが、まあ2名以下前の車体ですから、多少は道具なのかもしれません。見るからに、ステンレスで全面の貧弱に感じます。これでは導入したところですぐ廃車になってしまいそうな気がしますが、おそらく大道具なのでしょう。富士急行は京王電鉄と東日本旅客鉄道から主に車両をもらって運営しています。地方私鉄としては順当なものですが、あまり旅客鉄道から私鉄に譲り渡されたのは聞きませんね。この前紹介した119系は駅弁鉄道に移っていますが、これも珍しいですね。富士急行はたまたま東京から近く、中央線と直通したために車両構成が不思議になっているのもあります。205系が譲り渡されたのは2012年。寒冷地仕様だからか耐久性を高めたそうですが、このステンレス車はそこまで強くは見えませんね。そもそも山梨県が寒冷地なのかすらわからないものです。雪は杉の裾野ですから降るのでしょうが、そこまでの寒冷地ではない気がします。車内のデザインは未踏過しのもので、その点優れた要素だと言えます。木目調の暖かいデザインは都会にはなかったものですから、この車両は3両になっているのです。これは8500系と同様ですね。私鉄でこの長さは比較的長い気もします。あと、最初見たときは、インドネシアに譲り渡された車両みたいだと思いましたが、あながち間違ってないですね。見た目こそあまり趣がないと思う人もいるかもしれませんが、シートなどは良質な感じがして、その点好ましいですね。